皆さんこんばんは、ななみです。今日は本当にもう箱に入ったまんまから一緒に新しいコスメを開封して見ていきたいと思います。それではビデオスタート。私も基本は別にこれ緊急事態宣言が出てるとか関係なしに伊勢丹のミーコっていうサイトがあるんですけど、もうそればっかり愛用してて、なのでネットで買うことがすごく多いです。はい、じゃあ、ね、早速開封していきましょう。何を買ったかと言いますと、こちらじゃじゃーん、最初はエトボスですね。エトボスのミネラルインナートリートメントベースクリアベージュです。美容液と化粧下地効果があって SPF31 の PA3+ 4500円。エトボスね、結構持ってるんですけど、ベースとか使うのは初めてです。なんかこんな感じ、意外と細いですね細身タイプの下地、はい、色味こんな感じ。あ、これはちょっと怪我をしてしまっただけなのでほくろではないですはい、こんな感じです。あ、すごい、なんかちょっとベージュっぽい色でスーって伸びますね。うわ、すごい溶け込み早。クリアベージュってだけあって、なんかもうもはや透明みたいな感じになってる。あ、待って、塗ったのと塗ってないとでは全然違う。超綺麗。こっち何も塗ってない方なんだけど、わかりますかね、綺麗さが。自然にトーンアップしてくれることを望んでいるので、これはいいですね。そう、なんでこれを買ったかっていうと、私最近目の小じわ、ここがすごい気になるんですよ。だからなんかその小じわを乾燥させてしまうと出てきてしまったりとか、厚塗りすると出ちゃうので、そういうのを防ぎながらメイクできるのが一番いいかなと思ったので、そう、それで買ったんですやっぱツヤ肌になれるっていうのはね、書いてある。あ、これすごい、マスクとかでもしっかりこう保湿しながらメイクできるみたいです。なるほどね。カバー力自体はそんなにないみたいなんですけど、ツヤツヤうるうる肌にならしてくれるな、うん、にしてくれる、下地みたいです。これをね買いました。はい、じゃあ続いてこちら、じゃじゃーん、イプサのアイライナーダブル02番の YBR っていうカラーです。なんかこれはアイライナーペンシルとアイライナーリキッドが一緒になってるやつで、ペンシルとリキッドが一緒になってるのって私多分な、持ってないんですよ。だから買いました。スクリューブラシがついてるとかパウダーがついてるっていうのが基本だったと思うんですけど、これはそう、ね、ライナーとペンシルがついてるってことで、結構細い感じのライナーですね。いきます。すごい、見ました今の、見ました指をさすなキャンメイクと同じぐらいの軽いタッチでスーッていった今。びっくり。すごい、なくなるの早くない？早そう、やっぱこういうのってペンシルがすごい先になくなってしまいそうな感じがした今。こっちがライナータイプで、これはどんな感じ。あー、すごい細くていいじゃん、これ目尻描くのに最高だよ多分。あー、いい色がいい。ブラウンもなんか、ブラウンはブラウンでもね、確か2色ぐらいあったと思うんですけど、このブラウンにしてよかった。イプサはね、もうめちゃめちゃあのパッケージとかは超シンプルなんだけど、使えるからね最近本当にライナーはもうキャンメイクしか使ってこなかったんで、なのでまたなんかちょっと新しいのも使っていきたいなっていうので買いました。で、続いてはこちら、でーん、かわいい、もうパッケージ超かわいい。トゥーフェイスドのラブライトハイライター、レイオブライトっていうやつです。かわいい、もうあれじゃん、なんだっけ、あのこれ昔やってたピクマクマエコンみたいなやつやばい、これ超テンション上がる、かわいい。昔思い出しますよね、セーラームーンだったりとか、まあキューティーハニーはちょっと違うか、キューティーハニー世代じゃないかな。こうパッケージがもうときめきますよね。これなんで買ったかっていうと、トゥーフェイスドのハイライトってすごいみんないいって言ってて、私ももちろん使ってたんだけど、結構こう偏光ラメ、偏光パールが効いてるような感じで、ちょっと私青みっぽいラメが入ってるのが苦手なんですよ。トゥーフェイスのハイライトね、すっごい光り方がすごい良かったの。だから青みがかってないハイライトだったら使えるんじゃないかなと思って、これを選びました。ホワイトとこのなんか肌なじみ良さそうな方のカラーがあって、それでこっちにしました。どんな感じよ。はい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 、綺麗綺麗ですね。頬にのせてみようかな。あ、待って、これチーク、ハイライトとしてはちょっと濃くない？結構ガッツリ色乗った気がしたんだけど、これチークじゃん、チークとして使えるやつだ。
ハイライトとして鼻とかにのせたら濃ゆくついちゃいそう。あ、これはハイライトっていうかチークやな。なるほどね。ハイライトとして買ったからそういう面では残念だけど、すごくあの色味とか質感とかはいいですね。うわ、強烈に綺麗じゃんこれ。だからギラギラしすぎてないけど、しっかりツヤンってなる感じ。もうツヤンが大事。ツヤンそうがなってればいいよ。あー、いいじゃん。はい、じゃあ続いてはでーん、私初めて買ったのアルマーニです。初めて買いました。アルマーニのコスメ、ネオヌードブラッシュ30っていうカラーで、これチークなんですよ。初めてですよ、こういうなんかしっかりとしたこういうのプジャンって感じですよね、見た感じ。リップちょっとのせてペーって広げるみたいなんです。あ、今の広がり方すごい良かった。超自然。手の甲でこんな感じだからすっごい可愛く春メイクできそう。ベタベタすんのかなと思ったけど全然ベタベタしない。これいいじゃん。本当はアディクションのティントチークを買おうと思ったんですよ。なんだけど、ただ私が一番欲しいオレンジっぽいカラーが売り切れてて、で買えないじゃんってことでこっちを買いました。え、これで良かったかも。あ、なんか香りするような気がするけど、そんななんか別に濃い感じの香りはしないですね。最悪リップにもいけちゃうんじゃないっていうぐらいの使用感。水っぽくはないんだけど、なんかちょっとウォータリー感のあるチーク結構私好きなので、これは、よかった、変えて。はい、じゃあ次、エスティローダーのダブルウェアラディアントコンシーラーで07番のライトっていうカラーを買いました。はい、こんな感じです。思ったより大きかった。なんかもうちょっとちっちゃいのかなと思ったけど意外と大きい。開けていきます。硬いなちょっと待って、めっちゃ太いやばいなこれ。あのディオールのコンシーラー並みにでかいかも。これディオールのコンシーラーね。あ、でも待って、それよりでかいすごいね。結構いい感じにカバー力ありそう。濃いね、濃い濃い。なんかいろいろ消してくれそうな感じがもう出てる。コンシーラーなんで全然いいんですけど、ちょっとマットっぽい仕上がりですね。このね、ディオールがすごいみずみずしいんですよ。ファンデーションにも使えるっていうぐらいのコンシーラーなので、今下にエスティローダー塗って上がディオールを塗ったんですけど、あのね、見てもらえれば全然違うの分かると思います。で、上がディオール。ちょっと色を合わせられなかったのですいません、ちょっとそこは分かりづらいかもしれないんですけど、こっちはね、伸びがあんまりないです。で、こっちは伸びがあるようなタイプのコンシーラーで、みずみずしさがある。で、こっちはマットっぽい感じですね。なので密着力がすごそうなので、ほくろとかそういうなんか濃いものに良さそうな感じがします。ナーズのコンシーラーをずっと使ってて、もっともっと濃いものってあったりするのかなと思って、今回このエスティローダーを買ってみました。エスティローダーはね、夏にすごい強いので、コンシーラーもちょっとこのラディアントコンシーラーちょっと期待をしています。これからの季節ね。はい、はい、じゃあ続いてはこちらでーん、イヴ・サンローランのタンラディアントタッチクレーム P の20番を買いました。こちらは SPF10 らしいです。はい、こんな感じ。うわはー、パケかわいい、パケかわいいんですけど、何この高級感、やばくないですか、おしゃれだな。去年の終わりぐらいからイヴ・サンローランすごい買うことが多くて、ファンデーションはね、あのクッションファンデーションしか持ってなかったので、リキッド初めて買ってみました。うわ、結構みずみずしいのかなこれ。うわ、びっくり、もう出したらビュッと出てきた。あ、すっごい軽いじゃん。え、すごい、え、めちゃめちゃ伸び良い。ヴィサンローランのファンデーションってこんな感じなんですね、びっくり。なんか結構こっくりしてる感じなのかなと思ってた。すごいいいね、馴染みも良さそうですね、色が合ってるような気がする。うん、あと香りだ、ちょっと匂いするかな、なんか匂いする。でもまあツンとしたりするような香りではないから大丈夫そうですね。パケがタキシードを表してるらしくて可愛い。はい、じゃあ続いてこちら、ででーん、はい、キャンメイク、もういつものやつですね、クリーミータッチライナーの02番と、今回はこの06番の何色なんだろう、これフォーギープラムっていうカラー買いました。新色なのかな、初めてこういうなんか
ブラウンとかブラック以外を買いましたね。こういう感じ。あ、微妙にちょっとパープルさも入ってる感じですね。これ使いやすそうじゃないですか。何よりこのライナーはめちゃめちゃ描きやすいから安心感がある。しかも結構私の肌とは相性がいいのか分かんないんですけど、よれたりとかっていうのがなくて、このキャンメイクのシリーズは大好きです。本当にこれとか2本買ってるから2番に関してはもう常にストックっていう感じで持ってます。やっぱね、コスパいいかって言われたら悪いとは思うんですけど、どうしてもこのなんか書き心地みたいなのにハマってて買ってしまってますねさっき紹介したイプサもすごい良かったからこれがキャンメイクの方で、イプサの方がこんな感じ。色味がね全然違うんですよ。でもこう軽いタッチで塗れるっていうのはもう同じですね。こうえーってやった感じ、塗りたてなんであれだけど、やっぱりあ、すごい密着力がすごいですね、どちらも。はい、じゃあ続いてはこちら。ちょっと久々に買いました、XL のサナ XL パウダー&ペンシルアイブロウ EX。 私が買ったのは PD02 ですね。これちょっともうみんな知ってるんでね、紹介は省くんですけど、メイク直しというかポーチに入れるように買いました。パウダーとペンシルが一緒になってくれてるから、こう眉毛消えることってまあそうそうないんですけど、持ち運びにすごくいいタイプのやつかなっていうので、なので買いましたこれすごいいいのよ。色味も結構種類あるし、自分の髪色に合わせて買うことができるので、もしあの知らない、まだ買ったことないよっていう方がいれば、これは安いし使えるのでチェックしてほしいなって思います。これ昔の動画で結構出てきてましたよね。私この前ね、なんか自分の動画をすっごい昔のをちょっと見るきっかけがあって見たんですけど、もうなんかなんか髪の毛とかすごいんですけどと思って、髪の量がすごくて、しかもすごい髪が傷んでてもう見てられなくてそっと閉じたよね。ダメダメダメと思って。確かになんか若いんだけど、若いのになんでこんな老けてんだろうっていう感じの、そういうなんか身なりをしていましたね。はい、ということで今回はみんなと一緒にね、開封を見ていくっていう形で、開封しながら、こう自分のなんかリアクションみたいなものが見れたんじゃないかなと思います。イヴ・サンローランのね、縛りまではいかないんですけど、持ってないアイテムもあるので、でもなんか大体イヴ・サンローランを使ったメイクとか、そういうのも上げていけたらなと思っています。とりあえず今日一番感動したのがこれこのアルマーニのチーク、ちょっとびっくり。リップじゃないのって感じ。もう見た目やっぱマスク生活なので、あの粉系だとちょっと取れちゃったりとかするけど、こういうなんていうんだ、水クリーム系だったりとか、まあ、ティントだったりとか、そういうチークって取れづらいかなと思うので、これから春だし、たくさん使えていけたらなと思ってます。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。